マフマフさんとホロライブの人気 VTuber が同性疑惑で炎上していましたが三崎さんはアイドル的な売り方についてどう思いますか、また三崎さんはマフマフさんと関わりあがりますか、まあ、そのアイドル的な売り方に関しては、まあ、一長一短があると思ってますで、やっぱアイドル的な売り方をしちゃうと、まあ、そういうふうに、ね、少しの疑惑が大きな火種になって、まあ、ちょっと炎上してしまったりするじゃないですか、だからね、ね、まあ、演者側としてはすごい生きにくいんじゃないかなと思いますね。 行きづらいいんじゃないかなかって、まあ、どこにでも気軽に行けなかったりすると思うしなんかすごく考えながら生活しないといけないから本当にそれで幸せなのかなっていうのは僕はなったことないんで分かんないしこれ推測なんですけど、えー、思います、うん、だからね許される人と許されない人っていると思うんですよでもやっぱアイドル的な売り方をしちゃうと何事も許されない人、まあ、少しのミスとか少しの疑惑で、まあ、結構大きな問題になっちゃったりとかする可能性っていうのは高まるんでそれを良しとするかどうかなんじゃないかなって思いますただやっぱ熱狂的なファン って言いますよねそういうファンを獲得するっていう意味では悪くないんじゃないかなと思うんですけどまふまふさん自体は僕面識がないしお会いしたことないですで僕まふまふさんのこと好きであの人のなんかこう歌声ってすげえ魂がこもってるっていうか結構プライベートで僕聞いたりしてるんですよ、はあ、結構聞いたりしてて一通り聞いたんじゃないかな 思いますね。はい。ライブ映像とかたまに見たことあるし、僕すごい好きであの、かけながら応援してます。あの高い声を出すって普通できないじゃないですか。男であのキーって出ないんで、なんかすごういう特殊能力を持ってね、生まれた人なんじゃないかなと思って、あれは先天的なのか努力なのかはわかんないですけど、すごいなって思います。